ゆけ、プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。みんなの住所、名前、年齢、これで会えるのよね。よかった。ところであんた方、誰に会いたいの？何言ってんのよ今頃。クイーンです。クイーンに会いたいんです。この国のクイーン、プリンプリンのお母さんかもしれない人。はーて、クイーンね。調べてみよう。ちょっと待ちんしゃいやな。クイーンがここにおるということは、小生の調査でもとうに分かっとることじゃよ。アクション、アクション、アクション、アクション。気持ちいい。いや、本当に気持ちよくくしゃみができて、いや、満足じゃ。変だな。あ、どうした？何をうろうろしているのかね、フラワー。デルメン、デルメン教授。何かね。あの二人がいないんです。あの二人？ああ、ミスター・ランカーとマドマーゼル・ヘドロなら帰ったよ。ああ、ヘリコプターで。あー、違うんです。あの二人じゃなくって、おさげと火星人。ハクション、ハクション、ハクション、フクション。ああ、だ、誰かいな、あの、その、おさげと火星人。感じのいい男の子。あ、それから新しい花、チンパンジーの鉢もなくなりました。おさげと火星人が持ってったのかな。もうに、あのチンパンジーならほら、ここにもある。いや、実に面白い花ではないか。ハクション、ハクション、ハクション、ハクション。面会はできないよ。え、どうして？だってここにはクイーンなんて人物はおらんもんね。そんなアホな。あのね、小生の調べではちゃんと。うるさいね。は、マカローニ夫人。私はデルーデルの大統領夫人でポリス長官。その私がいないというのだから間違いはないのさ。ささ、お帰り。そんな。マカロニかグラタンか知らねえけどよ、やい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 てめえ。私の命令が聞けないのなら、公務執行妨害その他の罪で逮捕する。汚ねえよな、やり方が。ポリスをさ、あんなにたくさん繰り出しやがって。あの人はポリス長官。ポリスの親玉。じゃによって、あのくらいのことは平気でやってのける女じゃ。変だな。どうしてマカローニ夫人はクイーンを隠すんだろう。どうして私たちに会わせてくれないんだろう。ねえ、モンキー。キッキー、はての。このデルーデルはどこでもいつでも花いっぱいだから、とってもいい国みたいに思えたけど、でも、はあ、いけない。あ、びっくりしたな、もう。なんだよ、もういや、あんまりびっくりさせるなよ。おさげと火星人のことを忘れてた。本当だ。
白バイの白ポリが私たちのジープが定員オーバーだって言うから。あの二人途中で降ろしたんやったな。途中でそれでさ、すぐ迎えに行く約束を。あーいっけね、僕すっかり忘れてた。すぐ迎えに行ってあげてもいや。いや、一人で大丈夫かもいや。私一緒に行ってあげるわ。ほな小生も一緒に行く行く。あーん、ジープでドライブ、ジープでで、ああ、いい気なもんだな、あの二人。どうしてるだろうな、お下げと火星人。ヘドロよ。はい、ランカー様。乗り心地が良くない。あ、そうなんですよ。操縦しててもとっても変な感じですのよ。なんだか後ろが下がっちゃって、それに思った通りに進まないんですよ。お前と同じだ。はぁ、もう年だ、ポンコツだ。んわざと揺らすことはないだろ。わざとじゃありませんわ。なんだってポンコツですからね。うわあ、ああ、違反だ。あのヘリコプターの飛び方は交通違反だ。定員オーバーに違いない。テスト、直空の黄色いヘリコプターにつける定員オーバーの疑いあり。そのまま飛び続けるなら交通違反の切符を切るぞ。こちら白ポリ、こちら白ポリ。そのまま飛び続けるなら交通違反の切符を切るぞ。こちら白ポリ。何を寝ぼけたことを言っておるのだ。定員オーバーの疑いだと。このヘリコプターにはわしとヘドロしか乗っておらんのだ。それなのに何も。ランカー様、でもやっぱり変ですわよ。ちょっと座席の後ろのあたり見てくださいましな。どれ。おお、しまった、見つかった。おさげ、火星人。やっぱり通りで変だと思った。何を企んだのかは知らないが、ガキどもめ、見つかったのが100年目。一人ずつ順々にヘリコプターから外へ放り出してやるから覚悟しろ。で、どうしよう。僕たち二人で力を合わせたってとてもランカーにはかなわないよ。さあ、どっちから先に放り出すとしようか。この高さから放り出せば地面に落ちてぺっちゃん。覚悟はいいかな。あ、何？あれですよ、あれ。あれって、な、あれって、あれだね。そうです、あれです。諦めの悪いガキどもめ。今さら何をしようと、もう遅いわ。1、2の3、そうで。じゃんじゃじゃーん。チンパンジあ、さっきそっくりチンパンジー。見るのも嫌なチンパンジー。吐き気がする、息が詰まる、体が震える、心臓が破裂する。助けて。ランカー様、ダメ、暴れちゃダメ、落ち着いて。上空の黄色いヘリコプターに警告する。ヘリコプターの空中ディスコダンスは禁止されている。すぐにやめなさい、すぐにやめなさい。うわあ、なんてことだ、もう暴走族め。なんとかしてくれ、助けてくれ。息が苦しい、心臓も止まりそうだ。ミスター怪人ランカーがこんなところで命を落とすことになろうとは。これはミスターランカーのヘリコプター。でも変な飛び方。
見かけませんでしたか？見かけましたよ。おさげと火星人。そうよそうよ。ねえ、その二人今どこにいるの？それがわからないんです。どっち行ったの？ねえ教えて。それもわかんないの。ごめんね。ああしょうがない、その辺もっと探してみよう。ちょっとちょっと待ちんしゃい。おー、どうやらここは世界的な植物学者デルメン・デルメン教授の研究室とお見受け申したぞ。あら、そうなの？お嬢さん。はい、そうです。ふっ、クション。あら、うん、小生はぜひお目にかかりたいデルメン・デルメン教授にな。おいでるかいな、教授は。はい、ふっ、クション。うん、では。それじゃ私も。ああ、困るんだよな、そんなこと勝手にされちゃ。どうしたんだよ、モンキー。なにあれ。ヘリコプターだ。ランカーのヘリコプター。ランカーさん、落ち着いてください。あなたがそんなに暴れるとこのヘリコプターは墜落します。ほら見て見て、チンパンジーには蓋をしちゃったよ。たとえ蓋をしようと手遅れだ。まぶたの裏にくっきり焼き付いたあの鼻の姿。おーやだ、助けてくれ。あそこは今大混乱。どさくさに紛れて中に入ろうよ。そしてクイーンを探すんだ。さあ。わかったわ、ボンボン。よし。この私がいないというのだから間違いはないのさ。ささ、お帰り。そんな。マカロニかグラタンか知らねえけどよ。やい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 、てめえ。私の命令が聞けないのなら公務執行妨害その他の罪で逮捕する。ねえよな、やり方が。ポリスをさ、あんなにたくさん繰り出しやがって。あの人はポリス長官。ポリスの親玉。じゃあによってあのくらいのことは平気でやってのける女じゃ。変だな。どうしてマカローニ夫人はクイーンを隠すんだろう。どうして私たちに会わせてくれないんだろう。ねえ、モンキー。キッキー。はての。
このデルーデルはどこでもいつでも花いっぱいだから、とってもいい国みたいに思えたけど、でも、はあ、いけない。ああ、びっくりしたな。もうなんだよ、もういや、あんまりびっくりさせるなよ。おさげと火星人のことを忘れてた。本当だ。そういえば白バイの白ポリが私たちのジープが転用場だって言うから、あの二人途中で降ろしたんやったな。途中でそれでさ、すぐ迎えに行く約束を。ああ、いけねえ、僕すっかり忘れてた。すぐ迎えに行ってあげてもいや。よ、一人で大丈夫か。もういや、私一緒に行ってあげるわ。ほな小生も一緒に行く。行く。ああ、ジープでドライブ、ジープでデートあああ、いい気なもんだな、あの二人。どうしてるだろうな、おさげと火星人。やっぱり道理で変だと思った。何を企んだのかは知らないが、ガキどもめ、見つかったのが100年目、一人ずつ順々にヘリコプターから外へ放り出してやるから覚悟しろ。で、どうしよう、僕たち二人で力を合わせたってとてもランカーにはかなわないよ。さあ、どっちから先に放り出すとしようか。この高さから放り出せば地面に落ちてぺっちゃんこ。覚悟はいいかな。あ、何あれですよ、あれ。あれって、な、あれって、え、あ、あ、あれだね。そうです、あれです。諦めの悪いガキどもめ、今さら何をしようと、もう遅いわ。1、2、の3、それジョンジョジョーン。チンパンジあ、さっきそっくりチンパンジー、見るのも嫌なチンパンジー。吐き気がする、息が詰まる、体が震える、心臓が破裂する、助けて。あんた様、ダメ、暴れちゃダメ、落ち着いて。上空の黄色いヘリコプターに警告する、ヘリコプターの空中ディスコダンスは禁止されている。すぐにやめなさい、すぐにやめなさい。うわあ、なんてことだ、もう暴走族め。もうダメだ、なんとかしてくれ、助けてくれ。気持ちいい、いや本当に気持ちよくくしゃみができて、いや満足じゃ。変だな。あ、どうした、何をうろうろしているのかね、フラワー。デルメン、デルメン教授。何かね。あの二人がいないんです。あの二人、ああ、ミスターランカーとマドマーゼルヘドロなら帰ったよ。ああ、ヘリコプターで。あん、違うんです。あの二人じゃなくって、おさげと火星人。ハクション、ハクション、ハクション。クション。ああ、誰かいな、あの、その。おさげと火星人。ああ、はい。感じのいい男の子。それから新しい花、チンパンジーの鉢もなくなりました。おさげと火星人が持ってったのかな。もうに、あのチンパンジーならほら、ここにもある。いや実に面白い花ではないか。ハクション、ハクション、ハクション、ハクション。面会はできないよ。え、どうして。だってここにはクイーンなんて人物はおらんもんね。そんなアホな。あのね、小生の調べではちゃんと。うるさいね。は、マカローニ夫人。私はデルーデルの大統領夫人でポリスジョーク。
ょう。みんなの住所、名前、年齢。これで会えるのよね。よかった。ところであんた方、誰に会いたいの？何言ってんのよ今頃。クイーンです。クイーンに会いたいんです。この国のクイーン、プリンプリンのお母さんかもしれない人。はーて、クイーンね。調べてみよう。ちょっと待ちんしゃいよな。クイーンがここにおるということは、小生の調査でもとうに分かっとることじゃよ。アクション、アクション、アクション。ペドロよ。はい、ランカー様。乗り心地が良くない。あ、そうなんですよ。操縦しててもとっても変な感じですのよ。なんだか後ろが下がっちゃって、それに思った通りに進まないんですよ。へ、お前と同じだ。はぁ、もう年だ、ポンコツだ。わざと揺らすことはないだろ。わざとじゃありませんわ。なんだってポンコツですからね。何を寝ぼけたことを言っておるのだ。定員オーバーの疑いだと。このヘリコプターにはわしとヘドロしか乗っておらんのだ。それなのに何も。ランカー様、でもやっぱり変ですわよ。ちょっと座席の後ろのあたり見てくださいましな。どれ。おお、しまった、見つかった。おさげ火星